まる屋さんだ。あじまる屋さんです。君の名前は何かな。なんであじまる屋さんに名前教えなきゃいけないの。そうだそうだ。確かに。誰だお前は。うん、嘘でしょ。ということでですね、今日はこんなクソガキどもをですね、ぶちのめす、血で血で、血を血で洗う、ライブ号大会をしていきたいと思います。それじゃあね、一応ね、自己紹介お願いします、トワさんから。こういうピーフォーで分岐線の男のトワ様でーす。爆発した。元気やー。大元気やー。はい。うい。続いて、うい、みおちゃん。はい。うちうち、うちだよー。狼みおだよー。今日は、なんかちょっと負けそうな人が罰ゲームとか言ってたので、どうしようかなって思ってました。よろしくお願いします。話さねえ。まだ放送で言ってないみおちゃん。始まる、始まる。はーい、もぐもぐ、おーかゆー。まあ、すばるちゃんが罰ゲームやりたいみたいなんで、付き合っていこうと思います。始まる、始まる。やりたいからしょうがないよね。始まらない、始まらない。罰ゲーム、始まる、始まる。始まらない、始まらない。それだと。ライフをやっていない。笑いすぎやろ。とりあえず、まあ、じゃあやってみますか。はい、レッツゴー！オーケー。大丈夫ですか？久々大富豪。パパパね、ガチ強いけどやっちゃう。おいマジこいつかね。常闇とは鬼手、圧倒的豪運、千年に一度の大波。いやあのねこれマジ忖度あるわ。今任天堂に忖度受けてるとはが。いや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 、癒着しますから。癒着してんのかよ、やめろ。癒着すんな。癒着とか言うな。おい、いや、いいでしょ、いい。あ、これってさ、革命みたいなやつあんの？革命。同じ数字を4枚出すことによってカードの強さが逆転する禁断の一手。ルールそのものをねじ曲げる、まさに悪魔的商業。あるよ、あるらしいね。階段だとならないけど、ゾロ目で4枚出すと革命になったはず。ああ、え、じゃあ革命もあんの？あ、革命じゃない、階段あんの？階段。同じ数とであれば、3枚以上連続した数字のカードを出すことができる。その性質上、切り返すのが非常に困難。まさに悪魔的商業。階段で出せるはずだよ。あ、そうなの、うん、あれ出せなかったっけ。階段はいけなかったっけかな。どうだったっけ。でも、縛り入れてないから。あれ出す。あ、まあ、やっときゃわかるか。あ、やればわかる。わかる。わかるわかる。どうしよっかな。オッケー。階段いけそう。階段いけんのかよ。はい、それではね。まあまあまあ、優しい大富豪でも始めようじゃないですか。よそ、あ、もう8切り切ってたなぁ。矢切り。8を切ると強制的に場を流せるルール。後続のプレイヤーに有無を言わさず選択権を奪う。まさに悪魔的所業。何をする気だ。はい。おい、ミオちゃんから聞いたことのない絶叫。いやもうマジに天童くんさー、スバルにも忖度してくれよ。あ、でも出せるじゃん。そうだよ、そうだそうだそうだよ。どうしようかな。おお、パスパスパス。え、本当にパスでいいの？おいおい、どうせお前持ってんだろ。早く出せ。こわ、早くしろ、早くしろ、はい、おい、でかすぎるって。え、危ないんじゃね、これ。え、これやばくない？全然何も考えられねえ。考えられない、考えられな
ないよ。本当にパスでいいの？ちょっと。おい誰か早くジョーカー。ジョーカーないの？入れたよね。はい。常闇とは大富豪。もう無理だ。でもおすばるちゃん親だよ。始まる始まる。大富豪始まったわ。始まった始まってるな。やっと大富豪始まった。これははい4 平和だ。優しい。ほらな、さっきのやつがちょっとな癒着してたから。いやいや、そんなことないからね。ダメだよ。そんなことないから。はい。めちゃくしてたんだ。いや、まあまあ、怖いなぁ。まあ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 。いや、やばい、でも一番最初に上がりたくなかったのに、正直。2位でよかったなぁ。都落ちするからね。そう。都落ち。大富豪だったプレイヤーが1位になれなかった場合、そのプレイヤーは次のゲームで強制的に大貧民となる。乗車必須。まさに悪魔的所業。まあ、リスク管理してんな。喜べや。不合になりたくてもなれねえやつがいるんだぞここに。いやそれはとんまい。ねえでかいってミオちゃん。これしか出せないんだって。そのキングで泣く人がいるんですよ。本当だ。まーい。ちょっと待って、今ちょっと考えるわ。でも出せるんじゃん。出せるってことでしょ、考えるってことはな。出したらいいじゃん。そうだそうだ。だって出したら絶対出してくるじゃん。わかんないじゃん。わかんない、それはまだわかんないよ。賭け事、賭け事。うん。どうなるかまだわからない。スバル、ここは勝負。勝利への渇望。天へと続くか細い道。おお、よし通ったよ通ったよ。ジョーカー出てないよね、まだね。ジョーカー1枚だけだけど、まだ出てないよ。これ持ってるよ、スバルちゃん、ゼータ。あーあー待って、いやーちょっと待って、これこうしてめっちゃ考えてる。何普通だ。ほい。ちょっと待って、一旦ちょっと考え。いや、ちょっと待って。スバル、ここで切る最後の絵札、勝利の女神、ハートのクイーン。うわー、ほいほいほい。が、ダメ。無情にも突き刺すキングの刃。なんか絶望してる。どういうことどういうこと。いや別に、もしかして一番ズボシ。スバル、ズボシ。ちょっと頑張った結果パパスなのね。まあまあ、じゃあほいほいほい。いや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 、ちょっと待って、こいつ許せないよ、スバル。こいつちょっと待って。強いカード持ってないみたいな。だってさ、まだジョーカーが出てないんだって。だってまだ、そうだよ。おい、猫股が持ってる、絶対にジョーカーを。パスだったら、何なんすかー。パスだったら、何なんすかーって。猫股をかゆう富豪。ほら三からだよ。ほら三からだよ。ほら三からだよ。三から。あ、二。ええ。でもジョーカーはもう出ちゃってるから。もうないっすね。ないよね。見よしゃ。見よしゃ。見よしゃ。優しくね。お。出せるか。出せるか。見よしゃ。見よしゃ。どっちなんだい。見よしゃ。出せるのか。出せるのか。狼ミオ、貧民、大空スバル、大貧民。いや今のはもうほんまに勘弁してください。
徴収徴収。カード交換。大富豪は大貧民から2枚、富豪は貧民から1枚、それぞれ最強のカードを差し出さなくてはならない。一度負けると這い上がるのは非常に困難、落ちる地下の地下まで、まさに悪魔的諸行。うわうわ、やめてください。やばい、なんか微妙だな、微妙だ。はあ、なるほどね。おお、3つ出してきましたね。数の暴力、はい、うわーやばーい。ぽい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 、ちょっとパスや。これはパスだね。お、いけるん、いけるのかね、なんか悩んでる、ね、悩んでるよね。悩んではいますね、うん、いいカードあんじゃないのこれ。スバルちゃんいじったらね、すぐね、喋りでね、答え合わせしてくれるから大丈夫だよ、みんな。喋りで答え合わせ。ちょっと待ってよ、どうしようかな。でもこれはちょっと、うちらは頑張らなきゃいけないよね、スバル。そうだよ、みおちゃん。手をこう、八切り。手を取り合っていこうよ、みおちゃん。回っていこうじゃ。手を取り合っていこう。おら、革命じゃん。オオカミミオ、革命、まさに救世主。頑張ろうぜ。いい8切り。なるほどね。あ、オッケーオッケー、分かった分かった。本当に分かってんのか。あ、はい、はいはい。みおじゃ、これは出せないな。無理。みおじゃ、革命開始じゃん。出た。常闇とは革命返し、弱者の反乱など許さない絶対的王者の貫禄、まさに悪魔的諸行。戻った、おい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 。ただ泣くことしかできないスバル。こんなにも激しい時代の流れに愛されたわ。めっちゃ強いやん。誰かもう一度革命。うちのね、革命ではちょっとどうにもならなかったようだ。こんな悲しいこと言わないで、みおじゃ。トワーッ！危ない危ない。なんでどうしたどうした。なんですか？なんか突然の威嚇。貧民じゃないか、大貧民か。うるさい。バトル大富豪できないんですけど、大富豪始め、はい、おい大富豪してっつってんの、大富豪できてないつまり。いや大富豪大富豪大富豪してる、大富豪してるよ、大富豪できないよ、ちゃんとしてるよ。すごいすぎる。あえいえいほんみおちゃん。スペさんを出したらいいやないか、スペさんを。スペさん返し、本来最弱のカードである3だが、スペードに限り最強のカードジョーカーを打てる唯一の剣となる、まさに皇帝をうがつ奴隷。あったら苦労捨ててたよ。あ、ないんですか。あ、ないんですね、まあ、ないんですね。まあそれもそうです、なぜならばスペさんは僕が持ってるからだよ。猫またおかゆ、スペさんを持っていた。奴隷は皇帝にひざまずくのみ。とはイエーイイエーイ。おいおい、血落ちで争う、やっと大富豪始まったな、ミオシャ。そうだね、頑張っていこう。あ、やっとね、大富豪が始まりましたけれど、うん、これがスバルのやりたかった大富豪。うん、はい、
一緒に頑張っていこう。徐々にね。おい、なんか不合でもなんか喋れや。ちょっと待って。なんで待ってんだよ。いやー、もう上がってね。暇してましたよ。ね、暇してました。お、ミオちゃん、ミオちゃん気がついたら上がろうとしてるなんて。残り3ゲーム。ここからスバルは逆転への道を見出すことができるのか。続きは本編を見よ。